今日は吉尾もタケルもたまり場来ねって言ってたな。俺も今日は老けずに行くか。浅間も俺に会いただろうし。ああ、主要人物どんどん死んでいくタイプなのか。じゃあ次の獲物は君だ、筋肉マン。机に座ったのいつが最後だ。え、机ってか椅子ぐらいに座りなさいな。いろいろ詰め込んである。特に用はない。スマホの充電は足りてんな。下着類、ババアには勝手に入らないよう言ってある。棚にしまうのは俺自身だ。ああ、お手伝いしてるんだろうね。こけてんな。灰落としたっけ？灰。いや、部屋でちょっと花火は良くないよ。壁ドンの末に壊した。まあ、思春期にはありがちだよね。いや、私はそんなことなかったけど？げ、ほこりだらけじゃねえか。あ、ほこりが気にするんだね。ヤニの跡がすご、あ、お前マジで吸ってんの？中学生で。いや、ちょっとね。椎名さんもちょっと付き合い考えた方がいいよ。酒の缶ならタバコの箱だのはここに捨てないようにしてる。あ、まあ、本当にやるぐらいはするのか。適当に他人の敷地にポイ捨てだ。こいつ絶対許さねえ。普通にろくでなしだったね。でご。ちょっと玄関にあったあの靴何？新品よね。まさか盗んだの？ね、でご。サボったり、お母さんに怒鳴ったりするのはいいけど、よそ様に。うるせえな。死ねや。次差し出したら、ぶっ殺すからな。花江、大丈夫だ。もうじききっと解決するから。ザコジジイが。もうじき、みんな、あれ、じゃあこれから授業始めます。待ってんのかな？みんな座って。本を、え、投げ捨てる？本踏みつけるの、超気持ちよすぎ。え、どういうことなの？学級うんこ。んだこれふざけてとか。目障り。乱暴者。久しぶりだね。一限目数学だってさ、イライラする。なんか言えや。あ、ごめんなさい。挨拶したら逆に気を悪くするかなって。あ、それはあるのかもしれないね。こいつに話しかけるのはやめて。おいおい、ビビってんのか、おにき。もう帰ろうぜ。反撃にビビってるとかじゃねえ。単純に視界に入れるのもうざいからだ。まあ、座席的に、ちょっと座らざるを得ないんだけど。何言ってんのかわかんねえよ。すみま。机も蹴っとこうか。ギャバ！ごめんなさい。ギャバか。なんか、夜よく眠れそうだね。うの上、ただのデコンナだけど、アサマ、悲しいんだろうな。アサマ、来てねえのか。ち、つまんねえ、お佐藤。今日は来てねえのか。今日も暑いねえ。あー、席座るとか選択肢出てきたのかな。一限目は数学か。寝られるな。あー、つか前来た時、お宅からぶんどった漫画、机に入れようよな。なんだ？何？どうしたの？いきなり。おい、誰だ？こんな気持ち悪いもん入れたの。気持ち悪いの？あの漫画のこと？でもあれって、鬼くんが自分で。は？ねえ、今、確かに。人形が。教師がホームルームで、浅間が昨日から家に帰っていないと告げた。鬼き、話がある。ああ、席まで来たんか。お前も見たのか。あの寺にあった日本人形。俺は下駄箱に入ってた。一瞬だったが、見間違いじゃねえ。お前も。じゃあ、帯てめえもかよ。よーく思い出すと、見えたような、見えないような。こいつは怯えて見えた気になってもおかしくねえが。俺は見間違いねえし、お前も見えたんなら間違いねえな。あんな一瞬で消えるなんて、本当に呪いってやつじゃねえのか。宇野江が死んだのも、浅間が帰ってこないのも、もし偶然じゃなくて、呪いだったら。じっとしてねえで、何か策を探した方がいいかもしれねえぞ。不思議ちゃんかよ。ちょっと肝試しの翌日に一人死んで、今日は一人亡くなって。肝試しで見た人形が、一瞬見えた気になったくらいで。とにかく、俺は信じねえからな。じゃあお前は勝手にしね。手数はあった方がいいが、決裂だな。私、何でございます。お前、何ができるんだ？
何も思いつかねえのかよ。とりあえず校内で聞き込みでもしてろ。俺は誰にでも聞きに行く。はい。頑張ろう。あ、鬼木生存フラグか。まさか彼が主人公？どこ行っちゃったのかな。呪いって本当にあったんだな。呪いの人形知ってますか？ああ、あの配信の？いや、一緒に出てた、なんだろうね、高三、帯、こびさん。こびえり。なんか名前がネタになってそうな気がするんだよな。こびを売るとかだったらあれだけど、えりだもんな。ああ、珍しいね。何？その、何か知ってれば、そのシーナちゃんの。ああ、いや知らないな。ごめんね。素直じゃなくて。と思っちゃってて、なんか、あまり立場良くない感じだね、この子も。あいつたまに遊んでくれたんだっけ？ちょっとかわいそうにね。でも何も知らないから、うちら。ああ、塩太陽。あいつの名前うちらの前で出さんでくれる？なんか、確執あったんか、無難に。無難？お花だね。何？まだ教科書忘れたの？俺が隣の席になってから通算10回目だし、そろそろ学んでほしいんだけど。すいません。あ、今日は持ってきてるので、じゃなくて。休憩時間だし、話しかけないでほしいわ。うわぁ。何？こう？何？珍しいね、喋ってんの。あの、お寺の。あの、やめろってお前。ちょっとこのクラスやだ。雨ちゃんくれないの？壊滅的に空気読めないからな。あーごめん、話し中だから。なんでしょう？依存先をシーナちゃんから我々に移す気じゃ。うわ、なんかあれだね、嫌われ者三人が残っちゃった感じだな。家族も手を焼くんだろうな、この性格。あ、外出られる。あのですね、お寺に行ったら人形が、あ、祠に人形があって、その呪いの人形で、私と腕藤くんと椎名ち、簡潔に言ってよ。あ、まあ、それはわからんでもないけど。それ、寺の呪いの人形を知って、なんだそれ、あまり良くない噂を広めるな。でも、でもじゃない。もう調べたり聞いたりするのはやめるんだ。いいな。ぐー。お、なんか知ってるんじゃないのか？執事っぽい人。これ先生かな。呪いの人形知ってますか？知らないかも。やばい人いるな。やばい人認定なのか。でるるるるん。うわぁ、変態女。ああ。まあ、しゃあないね。突撃するのはさすがに。呪いの人形知ってますか？うわ、びっくりした。呪いの人形？あれでしょ？お寺にあるっていう。死んだおばあちゃんが絶対関わるなって口酸っぱく言ってたっけ？迷信でしょ？トイレで手洗ってる人が一番今までで有益な情報だったんだけど、鏡に映る自分は今日もおどおどとしている。うれしくんは今日も目力が強くて素敵だったな。ああ、本当にほの字なんだね。入ってます。あ、ごめんなさい。ごめんちゃい。高さん、何してるの？授業始まるわよ。お寺の呪いの人形の呪いを調べたくって。変なこと知りたいのね。そんなことよりもっと心配することあるでしょ？先週の小テスト、また赤点だったわよ。変なこと調べるより勉強しなさい。ズビバゼン。ああ、目力、圧力が。そうだ、一階には図書館が、手がかりがあったりして。図書館。破れた本をテープで直している。あなた授業は？ああ、サボりなんすよ。それどころじゃなくて。話しかけないでくれる？誰だよ、二巻だけ返してないやつ。俺？サボりだよ。まあ、図書館でサボりとかよくやるな。授業中とかって、呪い人形気になりますね。人形は動きが呪くて、みんなに呆れられました。面白い本だな。なるほど、そっちの呪いか。ポケモン的な感じだね。寺の秘密。寺の秘密？寺？寺？寺か。一寺は千目があるんだよ。ギが飛ばしてない？ゼロ三つ足りんよと思うよ。ほこら。私、マイケルは、ずっとほこりを、ほこらと読み間違えて、
しまってたですよ。おーのー。はっはっは。ゲラゲラ。面白いシーンあったかな。恐れ寺。恐れ寺ってあのお寺の名前？恐れ寺。恐ろしく早い列さばき。俺なら見逃しちゃね。全10巻。字が多いなぁ。見逃しまくってんだろうなぁ。近畿。近畿。キッズ。近畿地方の観光名所が載っている。まあ、孫音なき、近畿ですね。呪詛。呪ってやる、呪ってやる、祝ってやる。あの野郎、俺のミキちゃんを取り上がって、呪われろ。ああ、そうっすか。うん、そうっすか。人形に取り憑かれた男。あの本物よりも柔らかな肌、美しい曲線、決して崩れぬ微笑み。ああ、我がドール、リリータン、愛してるよ。お給料はすべて君のお裕福に使おうね。ああ、ドールの沼にどっぷりか。私も嬉しくに、あんな服やこんな服着てもらって。ああ、今こんなことしてる場合じゃ。呪い。第一章、藁の栽培収穫、そこからやんの。第二章、五寸釘の選び方。第三章、釘の打ち方の角度。第四章。そして誰もいなくなった。長い、難しそう。ミステリー、サスペンス。殺人大百科。キテレツ大百科のお友達だよね。おい、豚ゴリラ！肝だ飯。肝だ、飯。同室の相田さんは僕にそう言った。空の茶碗を押し付ける。いつもこうだ。僕は彼女に何かしただろうか。寮の同室になってから、いつもこの調子だ。かわいそうな話、かな。え、ラブコメの波動を感じたけど。夏の寺。夏だ、寺だ、寺掃除だ。坊主6人が織りなす、一夏の友情、恋、そして霊媒バトル。うん、もりもりだね。すべての問題が解決する。え、すっげえくっそやしい自己啓発本じゃない、これ。読めば億万長者、病気も完治、出世もてもて不老長寿。応募者全員サービス。ツボ。応募期限切れてる。切れててよかったね。恐れ、あ、んと、最後だけど、これかも。恐れ寺について。恐れ寺の地図や歴史、言われが書いてある。寺には日本人形が収められている。人形に触れると呪われるという言われがある。1990年刊行。見つけた、やった。嬉しくんの役に立つんだ。そして少しでも良い印象、マイナスからプラスの方に近づくか。ああ、うらしい。何が呪いだよ。にしてもあすま、何かあったんか。あ、清掃、フラグ立ったかなと思ったけど、いや、操作になると、死ぬか。寺に用ないんすか。え、せっかくここ来たのに。なんか、あの髪の毛、いや、夕方だからな、知らない政治家のポスター。車両を左折禁止、工事中。あさま、ちょ待てよ。上に行ったな、シーナさんか。あさま、シーナ、音符。壊れた車。壊れてるね。さて、追ってっていいものか。なんやかんやみんな死んでいってるけど、助けることってできてんのかな？ひょっこり出てますね。あんな位置から覗けるもんか。しかも垂直に。垂直だね。ご迷惑おかけしておりまんもす。こっちやにゃいけねえと。そこお墓だな。全部簡素なお墓が。あ、これ恐れ寺のお墓か。壁際にでっけえ箱が不法投棄されてやがる。これに乗ったんだな、アサマ。脅かしやがって、アサマのやつ。え、でかい箱乗ってるからってあの角度で覗くのちょっと難しくねえかな。相当、なんか筋力とか必要になるけど、筋力っていうか、どっか取っ手が必要かな。取っ手が取れるティファールみたいに。アサマ、お墓を眺めてんな。あれ、鬼木くん？アサマ、何してんだてめえ。こんなとこで。ケロッとして、どこ行ってたんだよ。家出とかだったのかよ。シーナ？シーナね、ゆうべ動画撮ってて。そしたらね、お姉ちゃんが話しかけてきて、はぁ？動画？でも見たら、お姉ちゃんはいなくなっててね。
こんな風になっちゃった。それで、早く儀式を終わらせなきゃって。こんな風になっちゃった。こんなになっちゃったからには。ちょっと。シーナ、人形を見つけたのね。それは呪いの人形で。こんな風になっちゃった。おい、何言ってんの？聞こえねえんだ。日暮らしの声がうるさくて。お、死亡フラグ追ってく。やるじゃん、筋肉マン。うん、なら別にいいや。ねえ、鬼くん。こっち来て。こっちこっち。は？お前、相変わらず急だな。なんだよ。ね？はぁ、たく。結局、ただの家出かよ。なんだよ、たく。朝だ。朝、だね。もう一回寝るなんてダメだって。ダメダメ。マナーモードだ。え、目覚まし時計にマナーモード？あ、まあそういうのもあるのかな。お母さんが綺麗に入れてくれたシャツやパンツたち。お母さんが日中ゴミを回収に来てくれる。勉強はいくらしても赤点だ。教科書を見ていると眠くなる。ああ、まあ単純に容量悪いタイプか。真面目そうではあるんだよね。お父さんがくれた参考書やためになる本たち。折り目は綺麗なままだ。開いてもおらんのかい。あ、昨日学校に持ってき忘れたプリント。回収した。ああ。これで修学旅行行けなくなったりとか。トイレに行くようもないのに2階に上がってはダメ。トイレ2階にしかないんですか？お母さんが百貨店で買ったらしい。え、お花。お兄ちゃんの部屋だ。じろじろ見ないでおこう。ご飯。ああ、朝から美味しそうな朝ご飯ですね。オムライスかしら。うん、父さん。順調だよ。会社の経営はね。お母さんが掃除したので誇りもない。綺麗なお皿が並んでる。絶対に近づかない方がいい。割っちゃいそうだもんな。他の家族がいなくても出ないように言われている。ああ、変なこと言うからかい。気負ってるか？受験勉強は順調か？ああ、受験勉強は順調なのか。会社経営ではなかった。開けると電力がもったいない。コンロ、触るのは危険。水は出しっぱなしにしないこと。窓の外から通行人をじろじろ見ないこと。お兄ちゃんが取った何かの賞。お兄ちゃんが取った何かの賞。何かの賞と。ああ、お兄ちゃんは優秀なのかね。なんかロスイルミナドスの紋章みたいになってるけど。ああ、ごめんなさいごめんなさい。ちょっと席つきますわ。気を照れたらすごいのよ、お父さん。また学年一位。へえ、すごいじゃないか。さすが俺の息子。わははは。は。あら、私の血の方が多く引いてるかもしれないわよ。クスクス。もしも A 判定だったからさ。この調子なら国立狙えそうだよ。まあ、立派に育って。ごちそうさまでした。それに比べてエリったら。あ、お皿そのままにしておきなさい。あなたこの前も、この間も割りそうになったから。あ、ごめんなさい。お父さん、今日はキヨテルの好きなものを買って帰りましょう。頑張って、ご褒美で。え、じゃあ、俺、わらび餅がいい。お父さんも好きだぞ、うなぎ。ああ、家での立場が、仲が悪いっていうか、まあ、単純に期待されてないっていうのと何もするなっていう感じのなのかな。まあ、ちょっと言いづらくはあるかな。エリさんは髪の毛の色的には父親譲りなのかな。兄ちゃんは母親譲りって感じか。ギャ。は、スマホに着信が。あ、間違えて切っちゃった。あ、あるね、これね。ギャ。ピ、はい。一回目で出ろよ。講習からかけんのただじゃねえんだよ。ごめんなさい。お金払いま。学校集合しろ。財布持って、他に用事あってもだ。絶対行きます。学校に行きまんもす。じゃあ二度寝。ダメだダメだって。これも言っていいのか？あ、アボード。あ、アホガードみたいな。あれ、どんなスイーツだっけ？気を照る図書館、父買い物、母買い物と書かれたボード。エリ学校。よし！行ってきます。ぜ。学校に参りました。分別はちゃんとしましょう。分別。人気の夏みかんソーダ水は売り切れ。美味しそうだな。え、美味しそうな夏みかんソーダ水。来客者は事務室まで。なんか昔夏みかんソーダ水みたいなものを、カップの自販機にね、学校にあったんだけど、途中から夏みかん要素がなくなって、ただのソーダ水が出なくなったんだよね。
私しか買ってなかったから気がつかなかったのかな、誰も。ぜえ、ぜえ、すみません。兄貴が、近所のババアが言ってた。隣の市で、ひき逃げ、隣の市か。ひき逃げ、鬼くん、死んで。最近の呪いの人形やっぱ車とかも運転するんかね。インターネットも使うだろうしな。だから死んだんだっつってんだろ。お前、あれ聞こえるか？あれ？あ、セミの声、とか？次はどっちかわからねえが、呪いを解く方法は聞けた。さすがおでくしくん。用意するぞ、ついてこい。はい。これはデートでは？必要なのは新品の和紙と新品の薄墨。まだ使ってねえろうそく。お前ろうそくを探せ。新品とまだ使ってねえって別なのかな？金は、今持ち合わせがねえ。お金はお前が出してくれ。後で返す。いいです。払わせてください。俺にこびるメリットねえぞ。メリット、いや、そのお役に立てればそれだけで。頭おかしいのか。君、その感想はさすがにちょっとね。さてと。さてと、小さなクッションまたハート柄か。1200円。たっけえな。特殊な素材か？キラキラと輝く指輪やブレスレットなどのアクセサリー。小さなマスコット、一つ500円。たっけえな。何に使うんだよ。いや、そういうもんじゃないから。持ってるとなんかワクワクすんだよ。色しか違いがない。これで売れるのか？クリアファイル。クリアファイルはな、何かについてるので増えてくからな。と思ったけど、クリアファイルの特典でも私基本的に持たないからな。断っちゃうぞ、コンビニとか。この鉛筆キラキラで可愛い、そう思うでしょ？ラメが入ってるのは、確かだな。そういう感想か。薄墨、これか。和紙はこの束だな。和紙。和紙を手に入れた。合流するか。カラーペン。少年漫画、少女漫画、青年誌、女性誌が置いてある。合流って、は？あいつは、なんでここに寝てるはずじゃ。商品が勝手に落ちちゃった。嘘だろ。腕牛くん、ろうそくありました？こう、あれ見えるか？あれって？いい、物が、勝手に。くそ、逃げるぞ。あ、見えないんだ、エリさんは。わー、つってるけど、追いかけては来ないのかな？セーブしとこうか。ああ、これはゲームオーバーなんだね。結構余裕あるよな。まあ、とりあえず逃げるか。下に行くとダメっぽいからな。てか今、ロードして分かったんですけど、よく見たらこのセーブ画面だと国名わらじになってんだよな。どっちが正しいんだろう。ぜえ、はあ。あいつ、呪いが見せる幻覚か？ここは、地下1階か。勝手に来ちゃったんか？ぜえ、ぜえ、吐くなよ。鏡がある。ああ、バックするようか。真っ暗。ですね。ゲームの都合上、だいぶ明るくなっております。他の階に行くぞ。開かない。仕方ねえ。他から行くぞ。はい。まあ、ホラーゲームに出てくるエレベーターですからね。廃材か？通れねえ。地下にこんなカジノみたいな施設あるんすか？動かない。まあなんかメダルゲームかもね。カジノっぽい。何も着ていないマネキン。てか、取るぞ。様々な靴が置かれている。ここの靴取ってもバレないかもな。あ、鬼木まさか貴様、ここから取っていたのか。バレないっつっても取ってはいかない。これは、XYZ、まあ、ABC 的なマートですよね。地下とかにそういうの構えてんのかな。階段が見える。あそこから出られるか。階段は見えてます。これはトイレか。おぉ、あ、ブルル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 ル。安い肉仕入れてます。愛情ミート。それは、人の肉とかではないか。階段から調べるか。
階段は下のですね。なんだ、あれ。走れ。いや、入っては来れない臭いけど、お？いや、もう、死ぬしかないじゃない。ああ、ここがトイレだったんか。ひぃ。さっきまで父親の姿だったのに、化け物に変進化しやがった。父親って、自分の？誰の？何の父親？人形の父親？生みの親？製造者？ふざけやがって。なんか亡くなった父親の姿とかもしてんのかね。もしかしたら、そういう、なんだろうね。出すなら急げ。一番無防備になる時間だからな。はい。でも、今は出なそう。まあ、出そうでも引っ込んじまうわな。なんかコンプレックスを抱えてるとか、思い入れのある相手に変化するタイプの人形とかなのかもしれんね。トイレですか？催してね。じゃあなんで入った？いえ、パカパカしたかったんだよな。さて、外のやつは、いなくない。興味あるのかな？何でも着こなそうだもんね。いや、まあ、レースでこう、スケスケなやつとかも着たいっすよね。腕吉くん、人形がいたる、あの日本にほらがビスクドールって感じよね。これは、こう、突然殺意が高くなった感じするよな。さっきまで、鬼気操作までは、やっぱチュートリアルもん、みたいなもんだったんでしょう。これは相変わらず化けてんね。こっちは、この地下は何なんだ？キッズパーク立ち入り禁止。アロママッサージ60分4000円。高いかどうか相場がわからんな。酒を買ってこい。酒か。コーヒーの香りがふわっとしてくる。ふわ？スターバックス。パックしてんね。シックスパック。ラッシーバナナムーン。ダークカフェ。オレ、スイート、チリ。チリさん？マンゴーラッシー抹茶フラベ。ベリーベリースペシャルモカ。モカなんだ。結局コーヒーなんだね。レモンフラペチーノ。ミルク、アイスティー。これならわかる。いや、まあ、うん、わかるけど。トール、ショート。なんだこれ。トールさんときとショートさんですよ。ぐー。腕しくんのお腹から音が。これ。美味しそうですよ。食って罠だったらどうする？お前らと違って空腹なんて慣れてる。ごめんなさ。この二人なんだか闇深そうだよな、家庭環境。この香りだったんだ。ああ、ふわふわの初代。ここ取るためにふわふわしてくんね。ネクタイ、高い。キーチェーン、何に使うのかわからない。ベルト、高いし、箱に入ってる。高そうな試着鏡。時計、高い。持って帰って売れねえか。時計、気になるのかな？でもこの値段じゃ手が届かないや。密強盗してるか。財布も高い。タイピン、高い。高いね。自販機が並ぶ。何味が好きですか？こんな怪しい場所のもん飲むかよ。てか稼働してんのかな？あ、さすが腕ふすくん。腕ふすくん？フードコート、アクドナルド、ミセスドーナッツ、ドーダコ、大宮ラーメン。メニュー、ソフト、バニラ、チョコ、抹茶、チョコミント、各種ソフト、ドリンク。人がいないのはどういうことだ？異界に紛れ込んじゃったのかな？だったら物を食わないっていうのは、まあ、大正解なわけなのだが。だが。メニュー、エビチリ、エビマヨ、餃子、天津飯、麻婆豆腐、油淋鶏、ジンジャオロース。ここは、脱毛サロン、M ラインから Z ラインまでツルツルに。Z ラインとか、どこの部分なんだろう。ゴミバケツ。まあ、こっちも、ここはなんか、ドロドロしてんね。これペンギンさん？ああ、人が倒れてんのか。ふざけやがって。ペンギンではないな。ペンギンじゃないよ。人の死体だって。え、これって、一般人？人形まるで関係なくない？呪いの人形。もう無差別で、
町の人襲い始めてる？な、バカな。何が、どうなって。何が、にゃんだ。まだ続くねえ。ペットショップ、みーみー。みー、みー。うさぎの女の子、食いしん坊です。おしゃべり大好き、インコです。黒芝の女の子です。シャイです。マンチカンの男の子です。ちょっとやんちゃです。マンチカン、動物もおらん。準備中かな？時計やタック。今は3時。せいぜい勝負だ。この時計が間違ってんだよ。3時。午後3時。今は2時。時計に騙せ。せいぜい勝負だろ。まあ、狂いまくってんのか。この建物は一体何なんだ？あ、危ね。破片が落ち、戻れなくなったぞ。さて、ここは？ブックストア、そのまんまだね。本なんて高く売れない。機械が置いてある。機械の下に潜り込んだな。本探すときに使うやつ。そういう検索するやつか。シュリンカーとかではないのか。シュリンカーくぐったらだって、シュリンクかかっちゃうもんな。高く売れない。なんか珍しくあれだな。なんか説明というか。なんか本に嫌な思い出でもあんのかしらね。うれしさ。高く売れん。売れなくない？売れなくなった。逃げるぞ。はい。あ、こっちの速度はそんなんでも。はあ、イベント始まった。こっちには入って来ないようだな。どうしよう。とりあえず、出口を探すぞ。入って、でも、壁越しにこっちの認識はしてくんのか。高く売れない。そっちによじ登ればなんとか。出口はね、表にはあれがいる。積んでるな。どうしよう。は、お前がおとりになれば、少しは時間稼げるかもな。そうしてきます。判断が早い。冗談に決まってんだろ。なことしたくらいで、少しの時間稼ぎにしかなんねんだよ。頭使え。口調悪いし、説明がひどいけど、まあ、いや、ちょっと待てよ。宇野上さんがちょっとキャラ薄すぎたから、あれだったけど、今んとこ一番まともなキャラクターな、本当に入ってこないんだな、こいつな。まだいる。ここを通らねえと他の階には行けねえし。あのね、うでしくん。私が手で引き寄せます。だからその隙に違うとこ逃げてください。は？何言って？私、どこまで引きつけられるかわからないけど、さっきも頭使えって言ったろ？死ぬぞ、正気かよ。腕伏くん、鬼木くんにいじめられそうになったこと、あったよね。でも反撃して、逆にメタメタにして、すごかった。今はそんな話してる場合じゃ。私勇気もらった。私よりもっとひどい毎日でも、腕伏くんはなんてすごいんだって。だから私、行くね。おい、やめろ、こう。おりゃー！なんで？タンスにぶつかって、潰されて。男の人たちで助け出したけど。うわ、ありゃもうダメだろう。私だって、廊下に出たのに、なんで？いや。腕伏が死んでから、一週間後。もう一週間経った。住職さんにあの人形のことを、掃除してるんすね。雑草を片しているが、花開く方向が、悪かったのか。君は、エリちゃんだね。心中お察しします。事故の日、エイジ君と一緒にいたんだって。住職に全てを話した。エリちゃんの話が本当ならさ、あの人形、管理してなかった、俺のせいだ。いや、あれはね、浅間さんのせいだと思うけど。違います。私、なんでこんなにできないんだろう。
前日さ、バイト君。エイジ君、俺に聞きに来たんだ。今日はバイトの日じゃないだろ？どうしたの？え、人形について？ああ、この間の。それがさ、帰ってきたんだ昨日。また祠に入れてるよ。触っちゃわないようにね。呪いとか迷信でも怖いよな。ま、猫が取ってったとかのオチだろうけど。ああ、猫いましたね、不良猫。呪われたら自分で払えねえのかよ。いや、霊感ゼロの住職の方が多いから実際無理無理。でもね、開示法はきちんと覚えてあるよ。どうやるんだ？そっか、エリちゃんに教える前に、彼は。エリちゃん、このメモの通りに開示するんだ。せめて、君だけは。開示法が載ったメモを手に入れた。でも、今更私が助かったって。呪いを解くのってさ、死んでったこの子たちのためにもなると思うんだ。きっと、彼らの魂の呪いから解放される。人のためにもなるはずだよ。私、やります。今度こそ、失敗しないで。ちょっとフラグ立っちゃったかな。しかしまあ、本当にポンポコポンポコなくなっていって、まあ、エリさんがなんだかんだ一番主人公っぽかったからね。マダナミ屋敷とか、ナナミ小学校七不思議とか、この作者さんのフリーゲームやってきましたけど、割とこう、主人公ってなんか、オラオラ行くタイプではなかったからね。必ず呪われたものだけで開示を行うこと。なるほど、なるほど。誰か付き添いとか怖くてもダメなんだね。なんか箱が邪魔されてる。牛蜜アワー、誰にも悟られず、祠へ。住職さんには悟られておるわけだが、だが、大きな道具入れ、夜はここに置くのだろうか。しっかり鍵がしてある。この前は置いてなかったよな。こっちに誘導するかのような。虫が出てきたら怖い。3、何かに呼ばれたら振り返っては、いけないか。なんか総分税の話を思い出すね。開くわけないか。めっちゃ見てる。もう覗きたく、ああ、まあそりゃそうだね、これ。高いところに窓がある。なんか痛いような気がしたけど、まあ気のせいだね。さて、祠に、火か。これは住職さんが用意してくれたのかな？やっぱ悟られてんじゃん。はぁ、自分は薄墨で和紙に書き、用意してきた名前書いた和紙。それで。人形の口元に和紙を差し入れるように当てる。口元に和紙を差し入れて。お沈めください。と、人形の目をしっかり見て、三度唱える。お沈めください。お沈めください。お沈めください。はぁ、これで、大丈夫かな？おしめ。大丈夫かどうかわからんが、物が置いてあって通れない。絶対行きたくない。この帰り道で、何かに不良猫に襲われたりとかは？今度は覗くか。覗くのか。果たして、どうなることやら。この始末。そろそろかなって待ってたぜ。悟られてんじゃん。やったか？やりました。途中腕伏くんが。やったな。バイト君も絶対成仏だよ。絶対。これで、終わったんですかね。伝承通りのやり方だ。太鼓判だぞ。親御さんに心配かけるだろう。見つからないうちに布団戻りな。心配するだろうか。はい。俺も片付けして帰るかな。いや、明るくなってからにするか。今夜はなんだか、肌寒いや。へえ、京都市の研究ですか。
大学の先生がこうしてわざわざ来てくれるなんてね。所長、お電話です。あ、じゃあまた何か探すときはお気軽に声かけくださいね。では。え、まさか第4のキャラクター現れる。郷土の呪いやタダについてまとめているノートだ。私はの今研究しているテーマ。研究テーマ。なるほど。私大学教授だったのか。年1歳だけどね。飛び級しすぎでは。まあいいですけど、ちょっと、一切ちょっとセーブさせていただきますが。市の観光について書いてある。レトロな喫茶が売り。他にも昔からの精肉店や古い駅、橋など。市の郷土品。キャベツが比較的よく取れる。あと、こんにゃくも。市内の寺、あ、寺か。恐れ寺。昔、1990年の地図が載っている。あとは、1990年、ちょっと古いやつ。右に池を埋め立てたんだっけ、そういえば。コックイメワラシが持ち込まれたという、住職が持ち帰ったのか、奉納されたのか。20年に一度、薬剤をもたらす人形。5人の子供を供物としないと沈まらない。コックイメワラシの目を見た者は、コックイメワラシにたたり殺される。ほうほうほう。5人。今回5人か。まあ、肝試しをした目を見た5人。死について書いてある。最新刊行されたものは令和5年版か。過疎化が進んでいる西側の町は、そこそこ開けた東側の市に、50年前に合併吸収されたもの。なるほど。本を破損させないでください。館内は走らないで。わかった。でもね、1歳だからよくわかんないんだ、私。気になる新聞は、ああ、村に伝染病が流行り、たくさんの人が死んだ。さらに夏頃、村外れの廃屋で火事が起き、遊んでいた5人の子供が死亡する事故があった。伝染病は、その頃からパタリと止んだ。ほう、伝染病、1962年、公会堂の前で遊んでいた5人の児童が、男に次々棍棒で殴られ死亡。児童らは友達同士で、数日前に共に夏祭りに行っていたほど仲が良かった。男は錯乱しており、意味不明な供述を繰り返している。近所の住人からは、有名な変人だった。いつかやると思ってた。と証言が上がっている。5人、20年ごとに5人ずつ。今年2022、まあ去年か。女児1人が夏休みの中の学校内便装で発見事故し、誘拐された女児が殺される。親の知り合いと車に誘い、犯人の家でめった刺しにされた模様。女児2人が共に屋上から飛び降り、新学期を悲観してか、男児1人が家で死亡。起こしに行った両親が息のない男児を発見。なるほど。2002年、男児行方不明。買い物を終えた母親が戻ると車に残してきた男児がいないことに気づいた。手がかりなし。全焼家屋から女児と男児の遺体見つかる。留守番中のこの家に住む兄弟と見られる。最近引っ越してたばかりであった。市内の12歳の少女2人が覚醒剤常習者に隣市路上で襲われ死亡。ブルガリだった。やっぱ隣の市とかでもやっぱ呪いの範囲なんだな。で、今回のか。転落死って、ああ、宇野上さん ?14 歳女、少女が自宅内で階段から転落し首を折って即死、両親が発見した。一家はつい先日引っ越してきたばかりであった。まあ、前の家の階段の構造とか高さとかを想定して降りちゃったっていうのったらまあ、わからんでもないんだけど。でもな、実際にあの呪いの人形あったの両親の部屋だしな。市内少女が行方不明。鍵が開いており、深夜に出かけたものと、ああ、椎名さん。行方不明のままなんだね。家出を疑っている。ひき逃げは鬼木。倒れているところを通行人が発見。状況からひき逃げと見て目撃者を探しておる。事故死扱いなんだよね。隣市モールで少年が倒れてきたタンスの下敷きとなった。この際、頭を強く打ち死亡。目撃団によると、同行していた少女と、店内を走り回る姿が直前まで目撃されており、誤ってタンスにぶつかったものと見ている。その走り回ってるっていうのは、地下に行った時、地下だと思い込んでそこら中走ってたのか、
それとも最初のエレベーター乗るまでの一直線かな。校舎っぽいかな。で、亡くなってるんだよね、エリさん。コビさん、コウさん。屋上から少女が飛び降り死亡。遺書はなし。数日前に友人の少年の事故死を目の前で見ている。親の証言では、その日以来ずっと気を落としていたとのこと。セーブデータを引き継いだまま始めに戻ります。おっと、2周目が始まるか。